Wave. Reds Wave. 78.3 FM. 78.3 メガヘルツ。レッツウェイズがお送りしているヤザレッツ。ここからは浦和レッズを愛する皆さんを笑顔にしたい一心でお届けするモアスマイルズです。ここである後輩選手からのメッセージを紹介します。山郷さん、本当に長い選手生活お疲れ様でした。本当に私はずっとサッカー始めた時からずっと目標にしてきて、キーパーにじゃない時でもやっぱり山郷さんのことはすごい知ってて憧れでしたし、今もそれは変わらないので、これからももっともっと山郷さんの、山郷さんのようにというか、本当にすごく信頼のあるキーパーになれるように頑張りますので、今度はあのスタンドから見守っててください。山郷さん、どんな活躍をこれからしていってほしい？でも指導者としてなので、やっぱりすごい経験すごく豊富ですし、そういうのを私にも教えてほしいぐらいなんですけど、生かしていただければと思います。今これペットボトルフルトレーニングとかも一緒にやってまして懐かしい、はい、ました。でまた会える日まで、はい、誰か分かりましたか？池田選手ですね、サッコ。最初しかめ面してましたね、分かんなかった、なかなか。そう、すごく優しい声なのを思い出しました。可愛い声してますよね、後輩の中でもこの後輩選手特に印象深いかと思いますが、はい、どうですか、今後期待することとか。するのは、私がこうサッコが出るから私出れなくなったっていうことなんですけど、でもそんな中でも本当に自分自身こうもう一回キーパーとして見つめ直すことができたし、きっかけを与えてもらった一人の選手なので、後輩というよりも本当一人の選手として、一緒にプレーできたっていうのもすごく嬉しく思っています。今度はあれですね、上から叫ばなきゃいけないですね。そうですね。でね、昨今にはね、やっぱり、今、立ち位置的には先シーズンでいくと、平尾選手が出てて、自分は控えで回ってて、でその時控えで回って、じゃあ自分が何ができたかっていうことをすごく多くを学んだと思うし、経験できたことっていうのはキーパーとしては本当に大きいことなので、それを今シーズンもう本気で、ゴールを守るんだっていう気持ちで、もう1分1秒無駄にしない準備をしてほしいです。そうですね。話変わりますけど、今サッカー以外で興味を持っていることってありますか？そりゃもうワンちゃんです。あ、ワンちゃんそうですね。何でしたっけ、小麦粉さんと。いいんですか、紹介させてもらって。はい、小麦粉じゃなくて小麦。小麦。小麦と小枝です。小枝。もう小麦は何と何のハーフでしたっけ？ハーフじゃない、ミックス。トイプ、父親トイプ、母親マルチーズで。マルチーズだ、そうだ。プーマルちゃん。何プーマルちゃん。プーマルって言うんですよ。プードル。お父さんと、お父さんが先で言うから、プーマルで。プーマル。プーマルちゃん。で、それ逆だとマルプーになるんですけど、そういうことなんだ。小麦がプーマル で2匹目のワンちゃんが小枝は純粋のトイプードル。トイプードル、はい、もうお母さんみたいにねなってますもんね、もう2匹のことを話す。涙出ちゃう犬の映像とかだからフェイスブックで、はい、里親紹介とか、はい、あとワンちゃんの映像で保護犬でこういう風になりましたとかたまにあると、もう涙出ちゃいます、ね、お母さんだね、もうね、完全に、やばいですね、やばいですね。遠のくのがなんか分かる、遠のく結婚が、あそんなことないと思いますよ。そうですか。そしていつもより少し早いですが、メッセージを紹介していきたいと思います、はい、こっちは、先週送っていただいてたので、
読めなかったやつなんですけど、小金丸さんからのメッセージです。ありがとうございます。初めて聞いてますよ。コズさんはじめ先輩の背中に学び、これからも私は頑張ります。ただ送ってみましたということです。ありがとう。今日も聞いてくれてますかね。ないですね。はい、次です。ラジオネーム鴨川エレキテルさんからのメッセージです。ありがとうございます。細貝さん元気ですか。噛んだらダメよ、ダメダメ。今夜も元気に頑張ってください。応援してます。これは鴨川の人ですね。小手ちゃん、私がこの間あの年末感謝祭がチームであって、それでエレキテル連合の細貝さん役をやったんですよ、コントを。それでだと思います。なるほど。はい、次です。これはアリサさんからのメッセージです。ありがとうございます。コズさんファイト。文鳥のくちばしはレッツカラーって書いてますね。それ謎のメッセージですね。次です。たけしさんからのメッセージです。ありがとうございます。たけ、はい、たけちゃん、桃竹たけしですね、はい、きっと。現役生活お疲れ様でした。またビール一緒に飲みたいです。今後のご活躍も期待しています。ありがとうございます。たけし台湾からビール解禁しました。そうですね。はい、はい、次です。戸田市つばめはつばめさんからのメッセージです。ありがとうございます。山郷さん21年間お疲れ様でした。私の中で山郷さんといえば、なでしこでもレッツレディースでもエルフェンでも相手の大チャンスを見事に阻止していくイメージがありますが、山郷さんは攻め込んできた相手に向かっていくときにどんな心構えをしていたんですか。これ面白いですね。あの面白いこと山郷さんより先に話しさせてもらいますけど、うん、いつだったかな、どっか湯の号線ですよね。あのすごいピンチの1対1の場面、フォワードの選手と1対1の場面があったんですけど、それを防いでくれて、で後でこう帰りのバスかなんかで柳とか私とかとあれすごかったねとか言って話してたら、あの時その選手、1対1になった選手を見て誰だこいつって思ってこれは決めさせられないって思ったらしいんですよね。それ聞いてもみんな大爆笑しましたね。そういう気持ちでやってるんですか。なんか、まず1対1になった時に相手どんな表情してるのかなって思う。あ、顔を見る。顔を見て、あ、この人、この選手、ちょっと動揺してるとか、決めなきゃって思ってこっちにかかってきてるのか、うん、ちょっと余裕な人とかはちょっとこう自分のこう威圧的な部分は負けてしまうんですけど、うん、ちょっと動揺してこうやべ1対1になっちゃったみたいな、うん、状態でかかってくる選手はもう絶対言えられないぜと思いながらちょっとかかりますね。面白いですね。試合中そんなね駆け引きがあるとは、はい、次です。村松先輩からのメッセージです。ありがとうございます。小杉さん、出口さん、ゲストののぞみちゃん、そして全世界のレッツを愛する皆さん、こんばんは。のぞみちゃん、引退は寂しいですけどお疲れ様でした。今後も女子サッカーを盛り上げるためぜひ引っ張っていってもらいたいと思っています。リクエストは空船はなかったんですよね。ということでスピードのホワイトラブをお願いします。サインはヒカルさんの笑い。2月1日は駒場で僕と握手では。ありがとうございます。ありがとうございます。次です。とし太郎さんからのメッセージです。ありがとうございます。コズさん、山子さん、こんばんは。実はすでにメッセージ1通書いたんですが、コズさんに聞かれてしまったので違う質問を。エルフェン時代に対戦相手としてのレッツの中で一番嫌な選手は誰ですか。どのチームでもいいので一番分かり合えてた選手は誰ですか。さらにこれから一番期待するレッツの選手は誰ですか。教えてください。ディスフルタールのんちゃん。最初がレッツの、エルフェン時代に対戦相手としてレッツの中で一番嫌だった選手。まあみんな嫌でしたね。まあ2試合したんですけれども、うん、こうそれぞれ自分の持ち味を1戦目の駒場の時は、うん、なんかこうチーム全体が良かっ
印象があるの で、 いいです、ね、まあ、太刀打ちできなかったなっていうと、うん、で、うん、ナックファイブの時は、まあ、それなりに自分たちもちょっとずついい方向に向いてたので、うん、整形は嫌でしたね、やっぱり、うん、スピードありますもんね、スピードと、あとやっぱりあの天然な部分を、うん、本当にピッチ上で表現できるって武器だと思いますね。天然な部分をピッチ上で、はい、なんか考えながらやっちゃうとか、うん、あ、本能みたいな、本能で、やっぱりフォワードとかってとっさにこう振り抜くところだったりとか、うんうん、なんか変な駆け引きもする選手もいるけど、うん、ああやってこう意表をつくような、うん、ここ打たないだろうってところを打ってきて、私味方の足に当たって入るとか、そういうのとかってやっぱ予測ができないので、嫌でしたね。じゃあどのチームでもいいので一番分かり合えてた選手、やはり矢野京子ですかね。お、私ね、引退してもオファーしてました、エルフェンに来てそうなんだ、ね、これ今日聞いてたらね喜んじゃう ね、 ね、京子さんよかった、電話今度しましょうはい、じゃあ次です。こんばんは、あ、違う、間違えました。姉さんって呼んでいいですか、さんからのメッセージです、はい、ありがとうございます。こんばんは、今日は私たちの山郷姉さんが出られるってことでメールさせていただきます。トップチームもレディースも試合に足を運び続けています。トップチームが不調の時には仲間たちとキーパーのぞみちゃんがいいとか言ってました移籍される時には今までどんな選手がチームを離れる時よりへこみました。頼りになる大好きな山郷姉さん、今後もかっこいい姉さんでいてくださいだそうです。ありがとうございます。かっこいい、いいですね、かわかっこいい、うん、いいですね。山郷さんがいない時もメッセージくれたら嬉しいんですけどねお願いします。はい、ありがとうございます。次です。ロビポンさんからのメッセージです。ありがとうございます。木原さん、ラジオのお兄さん、山郷さん、こんばんは。こんばんは。山郷さん、現役生活お疲れ様でした。山郷さんのすごいところは、たとえ控え選手であっても誰よりも早く体を動かし始め、スタメンの選手よりも集中して真剣に準備していることでした。この様子を見ただけで感動しました。この様子を見ただけで試合を見に来てよかったと思いました。うまく言えませんが、サッカー選手としてとても大切なことを教えていただいた気がします。本当にありがとうございました。新しいステージでのご活躍をお祈り申し上げます。ありがとうございます。そんな姿を見てくれてたんですね。嬉しいですね、はい、こういうふうに言っていただける、そんな、ね、ところも見てくれてる人がいるんだなっていう ね、うん、サッカー選手としてとても大切なことをね、サポーターの方もこうやって思ってるでしょうけど、ね、選手の後輩、私たちもね、みんなそういう風に学びましたね。次です。はい、ターちゃんさんからのメッセージです。ありがとうございます。間違えました、すいません。山郷さん、天気の悪い中お疲れ様です。現役生活お疲れ様でした。今後ぜひ監督を。 PS 最高にかっこよかったです。ありがとうございます。ということです。今後ぜひ監督、どこの監督ですかね、どこですかね、どこでもいいんじゃないですか、やっぱり見に来てくれるんじゃないですか、やっぱ、はい、みんな楽しみにしてますよ。でも目指すところは最終的には監督なので、ぜひその監督になった場合来てください。みんな行きますよ多分ねはい、次です。アブナブさんからのメッセージです。ありがとうございます。山郷さん、長い間お疲れ様でした。ありがとうございました。とても楽しかったです、ってことです。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなすごいですね、ありがとうございます、ね、みんなお疲れ様でしたっていうか、もうありがとうございましたっていう気持ちでしょうねこれ私が選んだ曲です。これですか。のぞみちゃんってことで、はい、のぞみの、あの新幹線ののぞみで使われている TOKIO のアンビシャスジャパンです。ありがとうございますすごいですね、あの私が1993年仲間美穂、仲間美穂さん、そして優勝した時のさっきのはエール、エール生き物係さん、ね、すごく生き物語と思ってたってさっき言ってましたね。生き物語って読んでたっていうか、なんか認識しててみんなに使
困るとか。そういうの多いですよね。そう、勘違い多い。勘違い多いよね。で、小瀬ちゃんが直すと。前何だったっけな。羊とかの話してて。なんか、ドラマでやってた羊の話してて。あ、羊？羊だ。羊の話してて。普通に羊。羊だと思ってたんだよね。え、ちょっとただのバカじゃないですか。そういうの多かったかな。そうですね。でもそれがチャームポイントだからね。ありがとうございます。あのね、みんな、あの、怖いと思ってるんですよね。ピッチ上しか見てないので。ね、オーラがすごいからね。なので、こう、普段ちょっとお話しして、私にいろいろ、一般常識を教えてほしいですよね。一般常識、はい、これからですね、はい、これから今もそうですけど、うん、いろんな人とね話して、はい、いろいろ学びたいと思います、ね、考え方とかもちょっとずつ変わっていったりするんでしょうね。小瀬ちゃんがここでこういう仕事をしてて、はい、噛まずに読んでるところが素晴らしいなと思って感心して、噛みますけど、ね、本当ですか。ありがとうございます。嬉しいです。でも試合中とかあんまり噛まないよね。私？はい。叫ぶときとかは。噛まん、か、あ、前さ、でも間違え、名前は間違えるよね。名前はすごくよく間違える。すごい言い直したりするもんね。そう。5人目ぐらいにやっと会ったりとか。そう、だけど、誰に怒ってるかってみんな分かってくれるんですよね。ああ、その人のことめっちゃガン見して、ね、そう。そうなんですよ。食いつきそうに。でも、そういえば、一つ、ゴールキックするときに、はい、そのゴールキックになる前のプレーで、うん、庭田アッコ選手が、はい、多分、アッコのワンプレーでちょっとゴールまで来て、はい、で、結局、失点にはならずにゴールキックになったときに、うん、こう、アッコは絶対山郷さんに怒られると思って、すごい隠れてたらしいんだけど、私もすっごい遠くを見回して、アコどこに行ったみたいな。ほんで、アコって言って叫んだら、アコはヒュッて出てきて、こう、手上げたっていうのは、そういえば。あったね。もうね、思い出ピリッとこう、閉まるんですよね、山子さんに叫ばれると。どこだっけ、あれ、田崎とやったどっかの試合で、安藤がこう、ゴールキックを競る係だった。競る係っていうか、安藤めがけて蹴ってて、それで安藤が、ね、その試合、競り負けてて。そう、しょっちゅう、もうほとんども競り負けてた。蹴る前、助走入る前に、アンダー絶対競れよーって言ったんだよね。競ってるけどね、今まででもね。そしたら、勝っちゃったんだよね。そう、勝ったんだ。だから、ビリッとなったんだろうね。だから最初からね、できるだろうっていう。ネタだよね。うん、あとは、そう、サイスタで、サイスタ、それ、確かタッシーが、開始30秒ぐらいでベレーザとやってて、最初、うん、第2で、ゴーンって、鼻骨折しちゃって、で、それの後半、コーナーキックに、守備の時に、コーナーキックになっちゃった時に、はい、森本が、山本さん、私ちょっと足つっちゃってって、なんか報告したんだよね。報告してきた、守備そんで、その時に私も一瞬、うん、どうしよう、守備だし、これ失点しちゃいけないからどうしようと思ったんだ。だけどもうここで交代とか違う人につけとかっていう指示も絶対ないから、うん、気持ちでなんとかしろそんなの気持ちでなんとかしろって言ったんだよね。って言ったら森はそこから足踏みしたりジャンプしたりして復活したと。そんなしても無駄でしょっていう。そう、でも失点しなかった。そのワンプレー終わって交代したんだよね。いや歴史に残る名言たちですね。すごいありますね。言い出したらキリがないけどね。本当ご飯とか食べに行くとこういう話ですぐ盛り上がっちゃうね。安藤のお母さんの名言もねあったけどね。なんだったっけ、ベレーザー戦で何対何だったっけ、 5点ぐらい取られちゃったのかな、違うな、3点ぐらいだったかな。結局3-1で、3-1、うん、だった時に1-3で負けた。安藤ってこう帰りにね絶対お母さんに電話して今日の試合の感想を聞くんだよね。その時に、あの、わかんない。お前って言ったっけ、お前って言うんだっけ、おめえ、山子さんじゃなかったら、8-0で負けてたよって言ったんだよね。そう。あれも名言だったね。名言というか、のぞみちゃんがね、受けたね、こう、1-1とか、決めてくれるから。じゃあ、ここから真面目な話で。この曲大好きなんですよ。あ、変わっちゃった。あ、終わっちゃったか。そう、おお、大好き。
じゃあこれからの夢をお願いします。夢というか目標は、私、あの身近な目標はやっぱり、はい、こうゴールキーパーコーチとして、こう、まあ、簡単に言うと、もう、まあ、世界に通用するようなゴールキーパー指導者になりたいっていうのが目標で、でそれをずっとできるわけじゃないので、その間に、まあ、監督業としての勉強もしながら、はい、うん、まあ、最終的には監督っていう目標を今掲げています。楽しみですね、はい、みんなが楽しみにしてると思うので頑張ってください。私から山郷さんへ感謝のメッセージって台本に書いてある、そうですね、さっきも言ったんですけど、はい、やっぱり山郷さんにはプレーもそうですけど、サッカー選手としてのこう練習もそうだし、試合もそうだし、こう準備とか、うん、取り組み方とか、その後のケアとかも全部見させてもらって、まあ、全部真似して同じようにとはいかなかったですけど、あ、もうこんな風にしないと本当一流の選手にはなれないんだなっていうのを、私だけじゃなくみんな教えてもらったと思うので、本当にいい先輩と一緒に、何年かですけど一緒にできて嬉しかったなって思います。ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます本当に嬉しいです、はい、あ、お花、お、ありがとうございました。私ね、お花大好きなんですよ。お花好きですよね。ありがとうございます。これね、必ず、はい、お家に飾って花畑なんですよ。あ、今ね、もうみんな、そう、挨拶でしょうね。お花で必ず飾ってください。育てます、はい、さあ、お別れの時間が近づいてきました、はい、お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。山本さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に一言サポーターの皆さんへお願いします、もう本当レッツサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。なかなか会ってお礼を言う機会がなかったので、この場を借りて、今後もサッカーに関わる仕事をさせてもらうので、今後も応援の方、レッツレディースともども山郷のぞみ、ちょっとだけ応援よろしくお願いします。そして今週の締めの一言です。ありがとう山郷さん、これからもよろしく。セカンドキャリアとしては私が先輩だからね。分かったかな。それではごきげんよう。